スッポンバーガーです。さて審査員の評価は、月と出るかスッポンと出るか。蒸しパンならではのほのかな甘さと押し返されるような、のぶには逆らっちゃ体が燃えるようだ。ボハッ、老人とは思えないツヤツヤ感。あれがスッポンのパン。これだしよる。ソースはスッポンだしにとろみを加え、あんかけ状にしたもの。それがパティに絡みつき、コクを作り出す。パティに加えた生き血が体を内側から温めてくれます。そしてドベッコーの粉末もパティに練り込む。タレもパティもスッポン尽くし。審査員が満足げなのも納得だぜ。いいな、この品の真髄は靴にした者にしか分かるまい。スッポン由来のゼラチン質、その粘り気に答えがあるのだ。その通りでございます。溶け出たゼラチン質を豊富に含んでいます。人体の中でも物理的な刺激に最も敏感な場所、上顎の内側、軟口蓋。その場所は味覚のみならず、人の触覚を激しく刺激する一品なのです。スッポンの官能的な凄みが迫り来るようだ。そのうまさ、モンスター級。思わず倒水してしまったか。すごいハンバーガー。あの知識量は脅威となるだろうな。だがこの勝負は葉山明だ。え、なんだ、葉山がパティを焼き始めた途端に客の表情が変わった。完成だ。葉山明選手のハンバーガー、圧倒的な肉の香りが肉肉っと場内に充満しています。肉厚ハンバーグの漏れなく犬化してる。お待たせしました。何のつもりだ葉山明。あれではただくどい味になること必死。いくら香りで引きつけようと、あ、思わず夢中に。もう食べきってしもうた。パンズにはピタを選択したか。ピタパン、高温で焼いて膨らませたパブは自家製ヨーグルトソースで臭みを取り、スパイスの風味を引き立てている。そしてハンバーグパティはキョフテだ。羊肉と牛肉を合わせ、ハンバーガーに欠かせない要素は4つある。バンズにパティ、ソース、そしてピクルス。そのツンと刺す香りと酸味があってこそ肉の旨味は際立つ。俺に言わせればそれが甘い。何？ではお前は何を。俺がピクルスとして選んだのはアチャールだ。アチャールとは野菜や。食ったアチャール、マスタードオイルのピリリとした香りがハンバーグの旨味を引き立てる。酸味の主役、未熟なマンゴーを乾燥させた香辛料アムチュール、クミンシード、ブラックペッパー、パプリカパウダー、甘い風味を足すため蜂蜜も加えた。ジンジャーも少々。類稀なる嗅覚によって繊細に築き上げられたピクルスの香り、重厚な脂身も羊肉の臭みも全て癖になる風味。カレーやスパイスだけでは到底収まらぬ才能、葉山明、そのポテンシャル神の舌に届きうるぞ。この対決勝敗は決した。俺が目指すのは頂点だ。ナンバー2で居続けることに必死な奴が、お前は志も料理の世界も認めたくない。だが確かに奴の料理の香りを嗅いだ瞬間。第3試合、勝者は葉山明である。負けた。ヒサコ、申し訳ございません。